をとってももう貴重なものばかりという、この4台は直接すごいですね。もうね、かなりこの辺は70年代のあの黎明期に出てる。マニーターはねないですよ。あのサメがまたすごいトリッキーな動きを。あの光がついてるところだ。そうそう、あれが高い。人のスピードに比べてさ、ああ、速いこと速いこと。やっぱそれぐらいサメは危険っていうことなんだ。これレバー折れるなこれ。いや、やっぱこの基板だけじゃなくてこういう丸ごと筐体で残ってるっていうのがいいですよね。だからこれはもうだいぶ遅れた。うん、いいのもあったけどね、あのタックスキャンって言って、あの XY もね、ありましたね、いいゲームです。最後まで考えたからね、このか振る舞いがここもうこのね3つがもうありえない、3つ並んでる時点ですごいな。しかもこの2人用のやつまでちゃんとあるグラスファイバーかな、なんかしかもこれは中で真空管のテレビが動いてるっていう、そこがまたびっくり。音もちゃんと、これ最初なのにこのベクタースキャンでもなく普通のこのラスタースキャンとして出してるところも素晴らしい。だって71年ですからね、もう全然こうビデオゲーム影も形もない、本当に大学のコンピューターでやってたやつをこうなんとか実現しようっていう。いやでもかっこいいね、やっぱこの光り方がすごいいいよね。うん、未来ですよ、うん、この2人用はどうですか。やってみましょうか。あ、でもこれ1対1で戦うってことなのかな。あ、さっきの一人用のやつをこう今度は人対人でやってるっていう別のゲームなんだね。すごい、マジゲームね。作ってますけど、AI っぽいで、あれは故障や。あれ最初はあんなことなかったけど、だんだんまあこれがコンピュータースペースの最初にしたら、これ相当 ね優秀な設計をしてるんじゃないかなと思う。だってこれ最初なのに、まあね、もうポンとかブロック崩すよりはるかに複雑なことをしてるから回転してるからね自分が。4つがあれ、あの自分の飛行機で、そうですね、これが向こうの相手の UFO やね、これ。はいはいはい、でしょうね、ちゃうかな、UFO だと思います。それっぽいですね、UFO ね、うん、基盤、基盤の上に絵を描いてる。ああ素晴らしい、コントロールパネルがで中からちゃんと照明が映るようにしてるのかな、うん、あそこまでちゃんと。まあ、こういうふうに入る。わあすごい、ぴったりちゃんとここに合わせた。これすごい不思議な光景です。不思議な光景。これゲームセンターにあったらなんだろうって思う。さりげなく置いてあったらこれとても世界初のビデオゲームとは思えない。だんだんなくなる一方ですからね。はいはい、ね、一つの文化として僕は残したいと思ってます、ね、誰でもいいからやってくれてね、一つ私のこの業界でここまで生きて飯食わせてもらいたいわけだからね、はい、誰かが残してくれて、あのこんなもんがあってなおかつ触れるやつね、誰でも触らさなくてもいいけどね、誰かが触れてゲームができてそれを見れるから、なんかね、そういうやつをね、生きてる状態の実際にこの当時のまんまの状態で遊ばないと分かんないですよね。でそういうふうにやってもらってもらうような状態のやつを置いて一つ見てもらって、はい、で、まあ、次の人が見て、あこんなもんがあったんだなということで、ね、文化として、まあ残してもらえたらありがたいなと。素晴らしいです、ね、そちらでもいいから残してもらえる。そしてね、何よりこのスターファイヤー、うわーこれ僕大好きなのね、これこれね、まず見て分かるようにスターウォーズっぽい、完全なパクリ。これね、あのこれの開発者がスターウォーズの大ファンで、とりあえずあれに近づけようとして作ったっていうね。あこれこれこれデジタルがこれが出たらなんと79年ですから、インベーダーが出てちょっとぐらいの頃です。それでこの 3D 画面を作ってるってところがもっと素晴らしい。やばい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 やられた。でこれね、この名前入れられるこの名前エントリー機能はこのゲームが最初だ。ああなるほど。ちなみにこれ作った人が、うん、これの前に作ってたのはあたりのナイトドライバーっていう。ナイトドライバー、あの、うん、明かりがこうできてるわ、でもねこれかっこいいですよ、このゲームは。これが日本で動いてるとは。でもこの側面のデザインはなんかコロニアルバイパーみたいな。ああそうね、いろんなものが混ざってる、うん、これはエクシディとしてはね当時結構ヒットしたらしいですから。じゃ今社長の中でこれが一番欲しいっていうのは何か。今とりあえず欲しいのはこの黄色い、黄色い全色をそれ素晴らしい。
Mouse, Talking Mouse.